本日0時よりリリースされましたあのウーマンコミュニケーションというゲームをやります。よろしくお願いします。ゲリだのなんだの何でも OK。 ですね、このゲームあの情報が出た瞬間からあのまず先生にあの大城さんこんなゲームがありますよと教えていただきまして、はい、大城のことを何だと思ってるんだって話なんですけども、はい、大城はねこの時をもうずーっと待っておりました。もうこのゲーム大城が真っ先プレイしたいと思って、いやこれしなければなんねえなと思って、はい、この場に立っております。始まる。自信満々、こう持ったものね、マンコある、マンコある、マンコあります、マンコ1万個です。スタート。さっちん、これから遊びに行こう。チンコ楽勝だぜ。大城さんすごいわ、とってもお上手よ。生まれつきの才能、それとも特別な教育を受けたのかしら。才能な気がするな。なんなんだよ今のは。もうお分かりでしょ、今のが私たちの言葉に潜む無意識風紀違反。あー、なんとなく分かりましたけど、それはつまり無意識風紀違反とは、言葉の中に意図せず含まれた卑猥な単語を指し示している。例えばカフェラテをカチンコチンチンコに凍らせるという発言の場合、あ、カフェラテのフェラね、フェラ並びにチンコという2つの卑猥な単語が意図せず含まれている。サチンコの頃カフェラテにハマってるんだよ。カリコさん、おふざけはおやめになって。風紀ってこんな感じなの。大城入りたいな。風紀大城がおさになるわ。サッチン抜くわ。はい、というわけでみんなついてきてます？大丈夫？もうカフェラテ飲めないな。飲め。は、急に始まる。あんた学食で何買ったの？フラペチーノ。抹茶フラッペにするか悩んだんだけどね。え、待って、あんたはカフェモカとアップルパイ、パイ違うな。お、パイがいい。おっぱい、おっぱいがいいのだね。でしょ、うふふ、ショーフ。今日は熱々なのまでレンジでチン、これがチンコ、チンコきた、これが大事なのよ。で、何個買ったの？パイ、ズリを詰めてる、パイズリ。あ、待って、1個取り逃がしてる。もう一回やっていいっすか？あんた学食で何買ったの？ないよねこれ。フラペチーノないよね。抹茶フラペするか悩んだんだけどね。あんたは、ちょ、難しくない？いや、これコメント見たくないわ。ちょ、コメントのネタバレ禁止でお願いします。多分ネタバレに溢れ返ってると思います。時間停止装置、ステージ中、あ、ありがたい、止めれるんだ。はいはい、右クリック、1ウーマンコインで、はい、購入します。イエーイ。あ、時間停止の能力が解放されました。ボタンを押しっぱなしにしてる間、時間を止めることができます。時間停止もな。では次のボタンを長押しして、しばらく時間を止めてみてください。はい、やっほ、あ、早い。なるほど、長押しの間だけか。え、難しいって。ちょっとむずい。あ、アイテム買えばよかった。あ、使える。あんた学食で何買ったの？ない。フラペチーないよね。フラペチーノ、抹茶フラッペにするか、ない。ここありそう。待って、茶フラッペにするか。ペニスだ、ペニスだ、ペニスだ、ペニス、ペニスです、ペニス。抹茶フラッペにするか。こういう長文結構ね惑わされるわ。待って、ここなんだよな。何をしてたんだ大城今。あんた学食で何買ったの？あ、フラペチーノ。フラペ、フラペチーノ。よっしゃー、満点ゲットだぜー。よーし、やった、ここコンプリートした、イエーイ。
大城さん、さあどうぞ。か、か、でですわ。やったー、サチコのカフェラ、ラ、フェラーテ、クリー、クリー見て大好きー。ちょ、こいつやるわ。さすが俺の幼馴染。こいつ日常会話に織り交ぜんのクソめ、しかもこの一つのセリフに三つも捻じ込みやがった。お前が MVP だ、これは。